ャンネル。こんにちは。まあ野球選手、いろんな武勇伝を皆さん持ってるんだろうなってね思うわけですよ。そうって言われるんですけどね。だからみんなやっちまってるって言われるんですけど、はい、やっちまってるかなっていう。そう、普通じゃないのっていうみんなと。いや、やっぱりね、野球選手と一般ピープルの感覚ってちょっと違うと思うんですよね。うん、違うんですかね。え、あの、やっちゃったなみたいなことないんですか。いや別にそれやっちまった話はね、はい、それなんか あの試合出ないと思って、あんまり出ないで試合行った試合出てたとか、はい、で、今ここの動画ありますけど、はい、バット荷物出し忘れたとか、はい、生放送遅刻しそうになったとか、はい、っていうやっちまった話はありますけど、それは自覚してやっちゃったなと思ってるってことですよね。はい、うん、でも他のは別に、え、俺やりすぎっていう、異常みたいな。でもみんなからはいやいや、なんかちょっと笑われるっていう、すげえみたいな、はい、っていうのがあるってことですね。はい、はい、ちょっと教えてください、それを、はい、じゃあ行きましょうか。はい、武勇伝、武勇伝、武勇伝、でん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 、レッツゴー。ワインとシャンパン一気飲み、武勇伝、武勇伝、武勇伝、でん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 。歌いましたね。はい、ワインとシャンパン一気飲み。で、若い時は、はい、ワインとシャンパンって一気にするのもんやんなっつって、ボトルごと一気にしてます。僕は考えられない。私たちはシャンパンなんて、うん、今日どうしようかな、でも一杯目だからシャンパン飲むみたいな、うん、もうグラスで一杯こう上品に飲んでおしまいですよ。乾杯。うわー、もう一般ピープル怒りますよ、マジで。ワインとかも乾杯して。で、それはあの飲んで美味しいんですか、それ。美味しいかどうかは分かんないけど、はい、だってお酒ってやっぱ美味しいなって味わうものだと思うんですよ。だから乾杯一気と海苔一気っすよね。いや、だったらそれもうちょっとなんか仲介とか缶ビールとかでやってくださいよ。別に一気したいんだったらいいじゃないですか、缶とかで。でも、でも全然別に酔ったりしなかったよ。へえ、そうなんですか。うん、まあ、強いんですよね。でも、今みたいな反応されるわけ、はい、はい、いや、もったいなって思っちゃう。もう一気飲み、まあ、あんまよくないですけど、うん、まあ、したいんだったら、まあ、隠れてやってください、うん、でも、もったいなって思っちゃいます。あ、皆さん、良い子の皆さん、真似しないでくださいね。そうですよ、お願いします。ダメですよ、バカだからね。バカだから、俺は。過去の、こっちから見たらやっちゃった話。そう、武勇伝だから。はい、そうですね。で、俺はやっちゃ、俺は別に武勇とも思ってないんだけど、はい。まあ、そういうことじゃたくさんしてたってことですか。たくさんっていうか、なんかそういうもんやと思ってたから、うん、え、シャンパン、ワインを瓶で飲むのが当たり前ではないですから。いや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 、今思ったらね、はい、今はそんなバカだなと思って。ちゃんとグラスに入れて飲みますか。もちろん今はそんなこと一切しないです。はい、若気の至り。はい、いくつの時やってたんですか、若気の至りって。だから20から30、はい、20代ずっと。大人ですよ。私29ですけど、そんなことしないですよ。どうですか、はい、30前半ぐらいまでしたのか。お金持っててもしない。じゃあ次、はい、次の行きましょうか。はい、はい、武勇伝、武勇伝、武勇伝、でん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 、レッツゴー。キャンプの休みは一切寝ない。武勇伝、武勇伝、武勇伝、でんでんでん。いや、あ、分かった。寝ないっていうのもトレーニングしすぎて寝ないってことですかね。いや、若い時ね、はい、あの本当の若い時、これは22、23とか大卒の20後半。後半そんなに本当に若くない。25から28、9とか、うん、歳ぐらいの時、うん、はい、の時は、はい、キャンプの休みの日ね、うん、練習終わるじゃん、はい、5時とかにね、はい、で終わって、うん、あのホテルに帰ってくるじゃんね、はい、だから、うん、あの鴨川の鴨池っていうところでキャンプしてて、その当時はね、うん、で、あのサンロイヤルホテルっていうところで泊まってて、はい、で、あのいつも橋柴さんとか、うん、あのメンバーと、はい、あのキャンプの練習が終わった時に、じゃあ佐藤6時集合ねって言われて、はい、で、あのホテルの裏の雀荘に行くんですよ。雀荘って何ですか。麻雀するところ。あ、麻雀、はい、っていうところに行くんですよ、6時に4人で、はい、
で、そこで出前取ってご飯食べながら、はい、で、前出すんですよ、はい、でそれ楽しそうですね。楽しそうですよ、はい、うん、で、佐藤もそろそろじゃあみんな帰ろうかって言って、うん、はい、雀荘出るんですよね、はい、あの6時に、うんうん、出て帰って行くに寝て、今普通に受け取ってくれました、大丈夫ですよね。え、普通に受け取ってくれましたよね、今。え、今ね、もう一回言ってください。5時にホテルに帰ってきて、はい、夕方の、はい、で、佐藤じゃあ6時に雀荘集合ねって言って、シャワー浴び、風呂入って、はい、裏の雀荘に6時に行って、はい、で、そこでご飯、はい、出前で食べて、はい、で、6時になったから、じゃあ佐藤もうそろそろ終わろうかって言って、6時にお店出るんですよ。6時になったから、え、朝の、うん、だって6時に行って6時に行って6時に帰るんですか。やばいや、今一瞬なんか普通にうーんってなりましたけど、夕方6時に行って朝の6時に出るんですか。うん、やばい。そんで6時の終わった朝ね、朝の6時に終わってでホテル帰るじゃん、うん、で帰ってる時に、はい、じゃあ1時間後の、まあ、7時ぐらい出発ねって言って、はい、でゴルフに行くんですよ、その4人で。元気ですね。やばい。でゴルフに行って、はい、で夕方ぐらい帰ってきて、はい、で終わる一日よね。でまあそこからご飯も食べて、はい、まあ、夜寝る感じ、まあ、もしくは外に食事に行くこともあるし。体力持つんですか。もう次の日またキャンプ始まるわけじゃないですか。もうぐだぐもうぐったりしません。普通に超元気。元気。有り余ってるんですね、体力が。うん、多分有り余ってると思う。やばい。もう私だったらもう休みの日もう出ない、多分ホテル。だからあー今日終わったって4時ぐらいにホテルで思う、はいはい、夕方の。そうですよね。でそこからご飯食べに行くか、はい、外に、はい、もしくはホテルでご飯食べてもうゆっくりして寝るか、はい、どっちかだね。ゴルフが終わって、うん、ホテル戻ってきて、だからホテル戻ってきた時に、はい、あの休みの前の日の練習終わってから約24時間経ってる、はい、そうですよね。休みじゃない。いや、めっちゃ楽しいよ。マージャンしてゴルフ行って、まあ、だから休みを、体を休めようっていう楽しみじゃなくて、休んでるやつって座ってるからずっと。マージャン、まあ、マージャン確かにずっと。でもやっぱ人は寝ないと休まらない、回復しないですから。でも回復しちゃうんだよね。寝るじゃん、はい、どうせ練習の前の日には、まあ、まあそうですね。でも溜まってますよ、疲れ。そんな感じなかったらいいね、我慢できる。マージャン寝るよりもマージャンとゴルフした方が疲れが吹っ飛ぶ。でもコミュニケーションめっちゃ長くなる。あ、まあ、選手同士の、うん、あ、先輩とかとコミュニケーションがめっちゃ仲良くなる、うん、いやだから麻雀はしてもいいと思うんですよ、雀荘、うん、に行くのはいいと思うんですよ、うんうん、でもうちょっと短縮すればいいじゃないですか。で楽しいんだもん。12時間でしちゃうんですか。だから麻雀、ね、やられる方は分かると思うんですけど、はい、やめとき難しいんですよ。あ、そうなんですか。もうやめようっていう、はい、映画とかでも、はい、やめとき難しいでしょ、鈴木もんだったら。あ、もう見ちゃいます、はい、出るでしょ、はい、それと一緒で、はい、麻雀も別に今やめなくてもいいから、はい、やめときが難しいんですよ、うん、だから時間来たゴルフ行かなきゃいけないからもう終わろうかって言って終わりやすいじゃん。12時間もそれみんな体力持つんですね。普通にみんな楽しい。そんなもんですか、麻雀好きの方。12時間おかしいですか。俺はもうこれ、推奨してるんですけどね。いや、仲良くなるっていう。いや、まあ6時に雀荘に行ってやるんだったら私はまあ深夜2時ぐらいには帰るかなって感じ。もうあと4時間ですよ。え、そうですよ。2時に出て、まあ、4時間ぐらい寝てゴルフ行きますだったら。うん、そんな変わんないよ。変わるよ。でもゴルフ行くだからタクシーならちょっと、あ、30分から1時間寝るから。まあだから回復力がすごいってことですね。本当。いやいや、だってショートスリーパーの方もいるじゃないですか。はい、ショートスリーパーもですか。いや違うじゃないですか。いや、すごい。いやいや、もうすごいです、それは。じゃあ次行きましょうか。はい、武勇伝、武勇伝。武勇伝、武勇伝、武勇伝。オーストラリアのジーロング、キャンプの時には36ホールゴルフを回る、武勇伝、武勇伝。ちょっと長いけどね。はい、え、36ホールフルで、だから2ラウンドするってことですね。1ラウンド18ホールなんで。はい、だからジーロング行くと、うん、あの夜9時まで明るいんですよ。はい、あ、でそのゴルフ場が36ホールあったんですよね、はい、普通は18ホールなんですけど、はい、だからもう、あ、2ホール回ろうやって言って、はい、あの休みの日に朝から、はい、あのだから12時間ぐらい、うわー。いや、スポーツ選手ってやっぱ体力ありますね。2ホール回って、はい、で、あの帰ってきたら、はい、あの食事
会場も終わってて、はい、飯食いに行くとこないなって言いながら、はい、でもめっちゃ明るいんですよ、外、うん、で外でご飯食べて、はい、みんなで。へえ、いやボーリングの2ラウンドとかと違うじゃないですか、ゴルフの、うん、36ホール、へえ、めっちゃ楽しかったです。まあまあもうこっちはええー、と思いますけど、楽しんだったらいいですよ楽しい。だからそんなあれでしょ、はい、あの悪いことしたい顔で言ってないでしょ。言ってないです、はい。いやいや、それでもう次の日の練習とかに影響出るんだったら、やめなよって思いますけど。だってその前の寝なかった話に比べたら、はい、こっちは寝てるからね。まあそうですね、ただ36ホール、はい、でだから、うん、例えば10時間ぐらいゴルフしてるだけだもん、うん、はい、そうですね、うん、まあまあまあ雀荘からのゴルフに比べたらいいかなっていう感じは。いいでしょ、はい、はい、いや流星流ってすごいですねすごい、はい、やっちまってるかなっていう、うん、あ、それはそんなにやっちまった感はさっきのとかよりは少ない、はい、じゃあ元気だなっていう、はい、じゃあ次の、はい、はい、いっぱいありますね、はい、ブーデンブーデンブーデン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 、レッツゴー、ゴルフは5日連続でする、ブーデンブーデンいつですかそれいつするんですか、5日連続でオフオフで、なんかオフだったらもういいですけどオフになったっつって、はい、やっぱりゴルフやろっつって、はい、月火水木金って、やーばー、土日は行けないから、はい、あの週5で、はい、あでやりながら、俺らプロよりゴルフしてんなっつってなんで土日行けないんですか、ん、高いから。ああそういうこと、はい、あとあの子供いるご家庭は、はい、あのまあ、家族サービスもしなきゃいけないし、はい、だから平日行くんですけど、もう家帰るのめんどくさいなって言い出して、はい、まあ、帰るんだけど、うん、プロになれんじゃないですか、毎日毎日千葉行き来するから、ゴルフ場、競歩、養護って5日連続する。あーまあまあ、あのやらかしてるというよりは、いや、すごいやるなみたいなすごいですね、それぐらい好きってことですね。11、12、1、2、うん、はい、で30ラウンドぐらいしますもんね、4ヶ月で、すごいですね。でもなんかあの体力あるな、すごいなしか言えないですすごい、 いや全然、もう普通に。でも楽しいんですもんね。めっちゃ楽しい。同じメンバーで行くんですか。もあるし、違うメンバーもあるし、あとは2組とか3組とかでも行くときあるし、あとチームのコンペが間に入ったりもするときあるし。あー、なるほど、うん、まあでも常に集合で行ってるわけではないですよね。そう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 、たまに集合になっちゃうってことですか。たまにね、たまに、うん、じゃあたまに集合だけど、普通はどのぐらい行くんですか。現役のときだと週3、はい、すごいまあゴルフちょっとやってないんでわかんないですよ。でもその代わりゴルフ行ってから帰りに、千葉だから帰りにマリン寄って練習してから帰るから、はい、あ、まあまあでもそう考えたらゴルフがアップだねとかって言いながら、へー、で球場行ってランニングしたりウエイトトレーニングしたりとかしてからで帰る、はい、へー、まあまあまあ、あのやっぱ体力ありますね私疲れちゃうもん絶対でそういうのないですか、ブーデン的なやつ。ブーデンですか、うん、まあ結構、よし、行きますか。はい、はい、行きましょう。はい、武勇伝、武勇伝、武勇伝、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 レッツゴー。朝まで飲んで会社に行く武勇伝一緒や、一緒や、いやいや、そんなない、そんなないあれです、だから朝まで飲んで寝ないで会社行ったんでしょ。はい、一緒やいや、ちょっと待って、俺よりひどい。いやいや、だって俺は休みの日に、はい、うん、寝ないでずっと麻雀とゴルフやってるだけじゃん。まあそうですね。で、うん、仕事の前の日は寝てるやん、はい、仕事の前の日寝ないで仕事すもんね。いや、だから、まあ、僕よりひどいですよね。いやでもこれはもう新人の時、もうあの必ずあの朝9時半から5時半みたいな勤務だったんですよ。で、ちょっと待って、はい、9時半から5時半ですよね、はい、でその後にあのプロ野球のシーズンがあったので、うん、プロ野球をこう試合があって、うん、あの見に行くじゃないですか、うん、そうすると現地 の, その記者さんとかと仲良くなって、うん、記者さんたち必ず飲みに行ったりするんですよ、うん、でそうするとじゃあ袴田ちゃんも来ないって言われて一緒に行って、うんうん、そうすると結構記者さんたち朝まで飲むんですよ、うん、で朝7時ぐらいまで付き合って、うん、で結構飲んで私も飲めちゃうんで、うんうん、でまあやばい、ちょっと気持ち悪いぞ、やばいぞってなって、でこれ寝たらもう終わりだと思って、うん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 、そのままあの8時半ぐらいにも会社に行くっていう
やばいっすね。2回ぐらいやりました、これ。やばいっすね。いや、で、それ狙いでできたんですか、ちゃんと。いけました。これが、噛まないんですよ。あの、新人の時って、その新人でやっぱプライベートシーズンがあるという前半なので、基本的にはラジオとテレビのニュースを読む仕事なんですよ。あのワイド番組とかなくて、なのでまずは、まあ、ラジオニュースが1日4回ぐらい入ってて、もうこれは、まあ、1回噛むのはありだけど、その尺の中オーバーしちゃったりとかしたら事故になるので、もうそれだけは絶対しないって言って、もうめっちゃ集中ですよ。文字すっごいきっちり読んで、もう完璧、もう大丈夫だった。若干気持ち悪かったけど。まあありますよね、我が家の至りはね、皆さんだってありますから、はいはい、でも私は2回ぐらいしかないですか、これ。いや僕もね、そんな別に100回あるわけじゃないんで、はい、私もあの 瓶のままこれ飲んだりとかしないですから。もうやっちまってる感自分ではなかったですけどね。私も今のやっちまってる感ないですよね。ですよね、はい、失敗してないんで。そうですよね、はい、私たち失敗しないんで。